はいどうも秀丸です。今日はね、山立てっていうのをやっていきます。はい、ということで山立てって皆さん、まあご存知ですか？まず言葉ってご存知ですか？あのね、マイボートをお持ちの際ですね、ポイントですね、釣りのポイント、まあ、あと何かしらのね、アクティビティのポイント、そういったポイントを定めていく、自分の位置を自分で定めていくっていう時に必要なのが山立てと言われる作業なんですね。簡単に言うと山立てというと、まあこれちょっと周りをね、パーンとこうパンしていただきますと、ここね、あのちなみに釣りのポイントでも何でもないですからね、ちょっと周り見ていただくと、いろいろね、島とか山が見えますよね。で、こういったこの島、山、灯台、そういったものを使って自分の位置を把握してやろう、自分の位置を覚えてやろう、これが山立てと言われるものなんですね。ちょっとカメラさん、こちら映していただきたいんですけど、はい、こんな感じですね。まあここ座標出てますけど、これあのポイントでも本当何でもないところで撮ってます。なので、まあ、ポイントばらしにはならないかなと思いましたんで、ここ今使ってますけれども、例えばこのポイント今であればね、 GPS プロッターでちょっとここマークっていうボタンあるんですけど、このマークをポンと打ってしまえばもうここにマーク打たれるので、GPS プロッター持ってたらいらないんじゃないのって思われる方非常に多いと思います。で、まあ先ほど言ったように、その GPS プロッターあるんだし、 GPS プロッターにマーク打ち込んでるんだから山立てって必要ないんじゃないの？いや、それは確かにそうなんですよ。 GPS プロッター今すごく精度も上がってますし、非常に使いやすいので、まああればね、便利だし、もう便利なものはどんどん使っていただければいいんです。それはもういいんです。なんですけど、実は近くをね、船が通ると非常に揺れるんですけれども、はい、先ほどですね、説明した通り、 GPS プロットあるんだから山立てわざわざしなくていいじゃない。いや、それはその通りなんです。私も基本的には山立てせずに GPS プロットで場所を見てそこまで行っちゃいます。ただ、GPS プロットって実を言うと、本当の精度を高めていった時、ピンのピンで見た時って実は精度が少し悪い。これね、わざと悪くしてあるんだっていう説もあるんですけど、だから戦争なんかがね、そういったものがあると精度がバチバチっとこう上がるんですよみたいな噂も聞くんですけど、ちょっとその真相定かなところは分かりません。噂は噂です。まあ、そういうところで、GPS プロットだけを見ていくと若干位置がずれてくる。だから本当のピンが欲しい時っていうのはやっぱり山立てをするしか今策がないっていうところなんですね。で、その山立ての方法なんですけど、非常に簡単です。ちょっとカメラ借りていいですか？私自身持ちますね。はい、ということで今カメラ手持ちに変えました。山立て実際どうやっていくかっていうところですね。この場所、今こうやって船が留まっている場所、ここを山立てしていきたいよという時は、まず周りをですね、ぐるっと見渡します。はい、でその中で見つけやすい目印を3箇所ほど決めます。例えば目の前向いてますね、この位置ですね、ここにこういった形の山があるぞ、ここに灯台があるぞと、ここにね、小黒上島が見えますよといった形で、自分の視線の位置からどの角度に何の目標物があるかっていうところを見ていきます。おさらいしますと、目の前にナサビのこういった少し岩肌が見えた島がありますよ。真横ですね、約90度振ったところにナサビ沖の灯台が見えるぞと、それからさらに90度振った約180ですね、ナサビの岩肌が見えたところから言うと本当に180度いったところ、ここに小黒上島が見えるぞ。これで3点取れましたね。小黒上、ナサビ沖灯台、ナサビの岩肌、これがもう3点取れてますんで、この後また来てもこの同じ角度で同じ位置に見えるところに入っていけば山立てができるといった形になります。では一回適当に走り回ってみます。これでまあほんの少しなんですけど、今船を回しました。これでもう同じ場所に帰っていくときは、確実に GPS を見ていくか山立てをするしか方法がなくなりました。ということで、もう一回山立てで帰っていこうと思います。まず、私が見るべきところっていうのは、岩肌が見えた大なさび島ですね。ちょっとカメラさん振ってみてもらっていいですか？
はい、今カメラ映ってると思うんですけれども、この岩肌が見えたこの位置、これを真正面に向けた位置ですね。でそれからカメラさん真後ろ振ってください。小倉上島が真後ろに見えるポイントですね。だいたいこの位置の角度じゃないでしょうか。だいたいこの位置だと思います。この直線、今ここで2点のピンの中に船が来ました。であとは真横を見ます。そうすると大なさびの沖合灯台ですね、大なさび沖灯台のところが見えると思います。ここがねもう少し前に進んだ位置に見えたはずなので、だいたいこの位置ですかね。はい、この辺に来ると思います。それで先ほど撮った写真と見比べていきますと、ここ見ていただければと思います。これがさっき撮ったところと今来たところですね。はい、まあ多少の差はあれどほぼほぼピンで、同じところに来れてると思います。こういった形で人間のですね山立て、これ非常に正確なんですよ実を言うと。なので、例えばレンタルボートでいつも同じ GPS が使えないとかですね、なぜか電波状況が悪くて GPS が使えない、もしくはバッテリーが飛んじゃって GPS が落ちちゃった、まあ、そういった時でもですね、こうやって山立てっていうテクニックを使うと自分の位置をピタッと合わせることができます。はい、ということで今日はですね山立てというテクニックのご紹介だったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、これであればですね、例えばカヤックの釣り、あとはスタンドアップパドル、まあ、サップっていうやつですね、サップの釣り、それからあとミニボート、ゴムボート、そういった釣りですね、まあ、いわゆる GPS プロッターがなかなか使いにくいよという釣りでもですね同じポイントに入っていくことができます。で先ほど言ったように GPS プロッターがついている船にお乗りの方もですね、まあ、こういった山立てというテクニックが使えると、まあ、あの次からピンのピンに入っていけるよ。あとは GPS を見てこうやってわざわざね画面とにらめっこしてこうやってああでもないこうでもないってやるよりも風景を見てああこの筋ですね、あでここですねっていうのが決めれれば非常に早くポイントにチャッと入ってで釣りを開始することができますので、覚えておいて損はないテクニックだと私は感じてます。まあ、よろしければ皆さんぜひね、実際海に出られてこういうことが言いたかったんだなというのを実感していただければと思います。ということで今日もねご視聴ありがとうございました。あ、山立てってそうやるんだ、へえ山立てってそういうことだったんだって思っていただけたら、ぜひグッド評価、コメント、それからチャンネル登録お忘れなく、やっていただければ嬉しく思います。今日もご視聴ありがとうございました。